やっはろー、どうもこんばんは。アニメリアク職人ことマジ大丈夫にハマーです。現在3月14日火曜日の午後6時11分ですね。さて、もっとトラブル残り2話いきましょう。ということで11話ですね、D アニメストアで見ていこうと思います。なお、アニメ本編は流れませんのでご注意ください。また本編中広告入ってきますんで、できれば2週目に同時視聴いただければと思います。よろしくお願いします。いきます、3、2、1、スタート。さあ、残り2話やな。今回はなんか、ももかなのどっちやろな、なんかマロンに尻尾ベロベロなんか舐められてるシーンがありましたね。はい、今寝起きです。ちょっと寝てました。20分仮眠取ってましたけども、ぐっすり寝てました。妹戦線異常あり。みかんが告られてる。そんなにいっぱい告られてんの？雲の流れ早っ。セリーヌがテレビに釘付けなかわいかったな。ほんまは何してんのかね。
ついに妹ルートまで発生勝手に添い寝しとるで。いやいや、なんでやねん。おお、黒いね。何が起こられてね、全然わからんな。牛、あ。まあケツを揉まれたって感じか。何時だ、2時過ぎか。ああ雷、なるほど。雲の流れ早いのはこれやったのか。最近雷鳴ってないな。で、翌朝びっくりかな。なんでみかんがあの。いつからいたんかね、ももは。偽りの恋。あ、コーラ飲まれた。さあ、花粉まき散らしたもんな。あ、ヤミちゃんや。20個。おしとやかになってるね、花粉のせいで。白あんを久々に食いたくなってきたな。白あん何年食ってないやろ。3、4、5、6、7、8、9、10。
これゲー吐いたんかな。あれ。まあギャップ萌えやわな。めっちゃ可愛いやん。おお、そうはならんやろ。なんで力士やねん。キスやと。粘膜接触、言い方。おお。あ。瞬殺やな。リトは一貫してええやつやな。なんで落ちるそっちやん。恋愛予報。ももかな。あ、七。七ってストレートにしたらこんな感じだよね。あ、マロンや。そういや春菜出てないな。10話も春菜出てなかったぞ。あ、今のサムネイルや。7は飛ばれへんのか。あれ会話できん。あ、そっかそっか、動物やもんね。サイレンジマロン。
れ何なん、ああ、来た来た。知り合いやんね、もちろん。お姉ちゃんやん。あ、これかな？尻尾ベロベロ流れてたん。遊んでやろう。遊んでやるやと。マロンがキュッてなった。
愛ってね、女楽しい、まったく。ちょっとシリアスな時だな。あ、もう終わるな。ああ、特殊エンディングよ。言うんかね。言うたな。はい、大好き1,2,3。最終回はサブタイトル3つじゃないのにね、最終回だけ。ということでまずは、妹戦線異常ありやったかな。まあみかんが結構告られてるっぽいね。で、なんであんな不素敵なお兄ちゃんがいるのにみたいな一言を、友達に言われて、リトをちょっと気にし始めた。ももは一体何してたの？その今回の C パートに繋がってたんかな？繋がってた。まあたまに、リトの布団に潜り込んで寝てるみたいな感じよね。それを確かめに来たみかんやったけども、まあただケツ揉まれて。でまあ雷にビビって、やけど昔こんなことあったなってのを思い出しながら寝てしまった。でまあ桃にからかわれて終わったけど、そういうことやったんか、ちょっとどういうことやったんかようわからんかったな。まあ当然妹やし恋愛感情はないよな。多分。で次がヤミちゃんのやつだね。ちょっとサブタイトル忘れたな。なんだっけ。偽りの恋やったかな。でまああのセリーヌの花粉によってやられたヤミちゃん。まあただただヤミちゃんのギャップが良かったですよね。でその なぜキスしなかったのかっていうことに対してのリトのまあ答えが。相変わらずハンサムやったかなと、興味本位だけでしたら闇が傷つくことになると。なかなか多分高校生でそんなこと言えるってどうなのね。まあ分からへんけどね。
まあリトはだからその辺は相変わらず男前なことをしようなって感じだったね。で最後はまあマロンによって、モモがん恋愛戦線異常ありやったっけ、何だっけ、違うわ、何だっけ、最後恋愛予報か、妹戦線異常ありと混ざってもたな。でまあ恋愛予報だ、7によってまああの春菜の気持ちがマロンから知られで、どないやねんと言われたところで、まあ、春菜が考えてしまったと。でまあ7は7で一緒にいたら心があったかくなるから いずれ分かるんじゃないかなっていうので迎えに来られたところでちょろっと分かってしまったかな。やけどこの女たらしって言ったところはちょっとナイスでした。さあそしてついにね、春菜も私も結城くん好きやねんと、ララに言ってしまったね。んでもなんか最終回でそのかといってララとね、春菜がなんかバトってる感はなかったけど、どうなんかなこれは。だからまあね、リトからしたらまあ両思いなわけや。これどうなんだよね。しかもあと2期あるからね、ダークネスとダークネスセカンドとね。はい、まあ次最終回、楽しみです。以上もっとトラブル11話でした。よかったらチャンネル登録、高評価、またコメントなどよろしくお願いします。はい、ここからは僕の自己紹介タイムになりますんで、興味のない方はここで切ってください。はい、自分は世界で唯一の技の持ち主であり、この本の著者であり、大道芸人であり、そして子供向けのパフォーマーをやってます。普段やればできる、諦めない、これを伝えたくて、主に保育園、幼稚園、小学校、子供会などでパフォーマンスしてますけども、現在コロナの影響により約3年1ヶ月仕事がない状態、貯金で何とかやってます。3月3日までには48年休を経験してます。そして、いろんなものが物価上がってます。さらに10月以降はなんとインボイス制度というもので、収入がなかろうが1割国に持っていかれます。どうやって生きていくんでしょうね。ちょっとなってみないとわからないですけども、不安しかありません。まあそんな中で去年の4月25日に一応ね、もう心が打ち砕かれて、もうやめますと言ったアニメのリアクション、未だに休むことなく毎日続けてます。1083日目ですね。ただ一昨年の、8月18日から2020年の4月頭にかけて約1年5ヶ月分、推定2000本以上のリアクション動画、自らの手で削除させられてます。そんな悲劇を乗り越えてやってますけれども、13年以上使ってきたこのチャンネルでスタートしてしまったんで、昨年の9月の14日に新たに本職パフォーマーのチャンネル立ち上げてます。ぜひこっちの応援もよろしくお願いします。毎日19時に1本だけ動画投稿します。 URL を説明文に載っけてますんで、ぜひ1本でも再生していただいて、高評価チャンネル登録いただけば非常に助かります。で過去のアニメのリアクションは再生リストに作品別にまとめてますんで、こちらもチェックしてみてください。以上、アニメリアク職人ことマジ大道芸人ハマーでした。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それでは失礼します。